画家、ヘルモナクスが、アッティカーカイシキスタノムスに描いたエリクトニオスの誕生。アテーナーは、母なる大地ガイアから、赤子のエリクトニオスを受け取り、ヘイパイストスはその様子を見守っている。ミュンヘン、州立古代美術博物館所蔵。ピーテル・パウル・ルーベンスの1632年から1633年頃の絵画、エリクトニオスの発見。エリクトニオスは、 ヘビの尾の両足を持った姿で描かれている。オハイオ州オーバリン、アレン記念美術館所蔵。エリクトニオスはギリシア神話の人物である。有名な人物が二人知られており、がいる。以下に説明する。この人物はアテー内の神話的な王である。父はタンヤ神ヘイパイストスで、母は女神アテーナーとも、大地とも、あるいは、 アテーナイオウ・クラナオスの娘アッティスであるとも言われる。水のニュンペイのプラークテシアーとの間にパンディオーニを設けた。初代アテーナイオウ、ケクロプスと同じく上半身が人間で下半身が蛇だったと言われる。神話によるとアテーナーはヘイパイストスの攻防に武器を鍛えてもらおうとやってきたが、その頃ヘイパイストスは妻のアプロディーテにすっかり相手にされなくなっていたので、 女神に浴場して迫ったが、アテーナーは、拒んで逃げた。ヘイパイストスは、不自由な足で、アテーナーを追いかけた末に、女神の足に射精した。女神が精液を羊毛で拭き取って大地に捨てると、大地は身ごもって一人の赤子、エリクトニオスを生んだ。別の話によると、ヘイパイストスは、母ヘイラーが醜い自分を、天から地上に投げ捨てたことを恨んでいたので、 神々の椅子を作った時、ヘーラーの椅子に罠を仕掛けておいた。そのためヘーラーが椅子に座るとヘーラーは縛り上げられて、天から宙づりにされてしまった。ヘーパイストスはオリュンポスに連れて来られ、母を解放する代わりにどんなものでも得ることを要求し、認められた。それを見たポセイドーンはアテーナーと敵対していたので、 ヘイパイストスに、アテーナーを妻とするよう助言した。そこで、ヘイパイストスはアテーナーを得て、女神の部屋を訪れたが、アテーナーが拒んだので格闘になり、ヘイパイストスの精液は大地に落ち、そこからエリクトニオスが生まれたという。アテーナーはこの子供を不死にしようと考え、一匹のオロチと共に、箱の中に入れ、アテーナー用ケクロプスの娘たちに預けた。ところが、 ヘルセイとアグラウロスは、中を見ないようにという女神の言いつけを破って、箱を開き、オロチによって殺された。あるいはアテーナーの怒りによって、またあるいは、エリクトニオスを見たことによって気が狂い、アクロポリスから身を投げて死んだ。悲劇詩人エウリリピデンスは、イオーンの中で、エレクテウスの子孫は、エリクトニオスの孤児にちなんで、黄金の蛇をゴフとして、赤子に持たせたと述べている。 その後、エリクトニオスはアテーナーによって育てられ、アムピクティオーンを追放して自ら王となり、アクロポリスにアテーナーの木像を置いて、パンアテーナーや祭りを創始した。また、馬を最初に首機に繋いだとされ、スキタイの王インドスが発見した銀をアテーナーにもたらしたとも伝えられている。この人物は、トロイアの王で、ダルダノスと、テウクロスの娘バテーヤの子イーロスと兄弟。 カシンシモエースの娘アスティオケイとの間に、トロイアの名祖であるトロースを設けた。一説には、ガニュメーデースの父、イーリアスによると、エリクトニオスは大変裕福で、3000頭の貧馬を持っていたが、来た風人ボレアースが、大馬の姿となって交わり、12頭の優れた馬が、生まれた。この馬たちはを荒らすことなく穀物の上を、飛び跳ねたり、 また会場を自由に走ることができたという、ありがとうございます。